皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は10月22日木曜日に登場する週刊 FPPOTW の予想をやっていきたいと思います。はい、ということで、ついにアプリがね本格始動し、初の週刊 FP が登場する、こちらの木曜日がやってきますね。まあ以前はナショナルが来るという風になっていましたけど、まあサイレントすり替えの方がありまして、リーグ戦の対象ということになるみたいなので、まあ普段通りの週刊 FP となりそうですね。まあ今週はまあダービーも多くて、まあマーチサイドダービーなんかもありましたけど、まあこれがねオフサイドなんですね。まあウィーレかって思ったんですけど、はい、その他にもまだまだね、ビッグマッチありましたし、まあミラノダービーなんかもありました。イブラ2得点ということで、39歳ですからね、この活躍はやはりすごい。あとはまあシティ・アーセナル戦もありましたし、まあラリーガではクラシコ前にね両チーム負けてますし、今週も話題は尽きない週末になったかなと思います。はい、ということで、まあ先週の予想をまあ見ていきましょうか。地獄でしたね。先週予想していたのがこちらなんですけど、結果のところね、いつもだったら丸とか書いてると思うんですけど、今回丸入れてません。なぜかというと、今回来たのがこちらですね。はい、全員外れたから丸入れれませんでした。初めて全員外れたんですけど、もう地獄です。評価とか活躍とか見ても、まあ選んだ選手改めて見ても別にまあ疑う余地は正直ないんですけど、来た選手こちらなんですけど、まあバカスタスの1ゴール1アシスト評価 8.8、 まあここで来るのは分かるんですけど、あとはほとんど納得いってません。はい、登場した選手の中で、まあゴールを決めていない選手、アシストもない選手が半数以上いますし、はい、スロバキアのフロショフツキーに関しては、試合出ていません。ネーションズリーグの第3節から選んだんですけど、まあ、もしかするとプレーオフ、ユーロのプレーオフをその前にやっていたので、そちらから来た可能性あるんですけど、まあ、この選手はこの大会から、この選手はこの大会からっていう風に分けられたと考えるとちょっと変ですよね。まあ、ちょっとその辺が引っかかるところです。ということで、まあ先週ね誰も当てれなかったので、まあ、今週はね、確実にこれよりはねいい成績が残せそうです。ではポジション別に見ていきたいと思います。まずゴールキーパーなんですけど、今回5人ピックアップということで、はい、まあ、堂玉選手はなかなか来そうにないんですけど、堂玉選手が今回 PK 止めてます。うん、どうなんでしょう。ちなみにユナイテッド相手にニューカッスルのダローは PK 止めてますね。はい、ただ大量失点、4失点ぐらいしてるのでちょっと厳しそうです。まず可能性がありそうなのが、上から2番目のオサスナのゴールキーパー、セルヒオ・エレーラですね。こちら192センチと大型のゴールキーパーです。今回6セーブ無失点スコアレスドローということで評価 8.4 でした。いや可能性ありそうですね。今回、可能性が一番あるのは正直オブラクかなと思ってるんですけど、まあ、評価自体は特にね、まあ、高くはなかったんですけど、シュートは15本打たれての無失点5セーブマンオブザマッチということで、いや結構可能性あるのかなと思います。まあ、キーパーはやはりレアリティが高い選手の方が来やすいので、まあ、一番オブラクが、今週の筆頭になるのかなという感じです。はい、続いてディフェンダー行きましょう。ディフェンダーで言うと、まずは2番目に書いているレンジャーズのゴールドソンですね。こちらの選手今回2ゴールセルティック相手ということで、グラスゴーダービー2ゴールマンオブザマッチ 8.8 の評価点ということで、PS4 では1回クラブセレクション来てるんですけど、いや来るんじゃないですかね。またはい、190超える確か大型センターバックだったと思います。それからまあフロレンツィ PSG1 ゴールの活躍、評価も結構高かったですね。まあ PSG も結構いろんな選手活躍してるので、ちょっと来るかは怪しいです。あとはユナイテッドから、マグワイアとワンビサカ、パートナークラブということなんですけど、来週のクラブセレクション来る可能性があるので、まあ、クラブセレクションが来るとしても、この選手が選ばれなかったら週間で来る可能性もあるということで、ちょっと難しいんですよね。はい、まあ、可能性はワンビサカとかマグワイアはありそうですね。まあ、ただ黒玉 CB で活躍すると週間 FP 化って結構可能性がね高くなってくるので、まあ、ここは可能性があるかもしれませんね。下の方はサイドバックの選手が結構活躍しているという感じです。はい、続いて中盤いきましょう。中盤はこんな感じなんですけど、まあ、ブルーノ・フェルナンデスは今週中盤で一番の評価を受けています。はい、まあ、ブルーノ・フェルナンデスクラスできそうですけどね、来るとすれば。あとはパートナークラブとなっているローマの、ペッレグリーニだったりとか、あとムヒタリアンとか、まあ、結構可能性がある選手なのかなと思います。ローマの選手週刊 FP って確か今作まだ多分来てないような気がするので、おそらく、そろそろね、ローマ勢も来るんじゃないですかね。ペッレグリーニの下のエベルトン・ヒベール、こちらフラメンゴの選手なんですけど、来週クラセレが来る可能性があるので、まあ、この辺がちょっと難しいところです。あとはパレホ、ソン・フンミン、特にソン・フンミンは週刊でもクラセレでも1回来てるので、
もうちょっと待つんじゃないかなという感じはしますね。で、一番下なんですけど、バルセロナに勝った、ヘタフェなんですけど、はい、今回評価の高かったククレジャーという選手を選びましたが、強豪相手に勝ち星を挙げているヘタフェ、誰かは来るんじゃないかなと思います。あとレアルもね、負けているので、まあ、そちらの試合から来る可能性もありそうですね。はい、では最後フォワードいきましょう。フォワードは今週超激戦区ということで、ちょっとね収まりきれないぐらい選手活躍してたんですけど、今回はこれだけに収めました。はい、まあ上の方はもうビッグネームが並んでいて、ケイン、レバンドフスキ、デパイ、ラッシュフォード、ムバペとかミュラーとか、かなりビッグネームが並んでるんですけど、ケイン2ゴール1アシスト、評価点満点でした。いや、どうなんでしょう。トッテナム来るなら確実にケインは入ってきそうです。それからパートナークラブ枠ということで、今回バイエルンのレバンドフスキ、フォワードとしては2番目の評価 9.8 ということで、まあ、活躍自体はケインと同じですね。はい、その下がデパイ、ハットトリックではなくて3アシストの活躍ということで、もしかするとフランスリーグの枠はリオンのデパイで持っていかれる可能性もありそうですね。あとはラッシュフォードなんかもいますし、あと PSG でいうとサラビアの方が地味に評価高かったんですよね。今週 CF の選手がかなり活躍しているので、右ウィングのサラビアが選ばれる可能性はちょっと上がったかもしれません。ミラノダービーで活躍したイブラなんかも可能性あると思いますし、あとチェルシーのベルナー、この辺もちょっと早く来てほしい選手の一人ですね。はい、あとパートナー枠としてローマのジェコだったりとか、ユベントスのモラタ、まあ、可能性はゼロではなさそうです。最後レアルに勝ったカディスのフォワードネグレドなんですけど、まあ、こちらがマンオブザマッチということで、来るのであればここなのかなと思います。ただフォワードは激戦区なので、まあ、ネグレドじゃなくて、まあ、バルセロナに勝ったヘタフェから誰か来る可能性はありそうです。はい、ということで予想の11人、今回はこのような感じで選びました。ゴールキーパーで言うと、まあ、今回はやはりオブラクになってくるかなと思います。はい、まあ、活躍とかレアリティとか、まあ、申し分ないと思いますし、まあ、来たら結構当たりのゴールキーパーだと思います。続いてディフェンダーなんですけど、まあ、マグワイヤーとゴールドソンは結構硬いかなと思ったので選びました。マグワイヤーは、まあ、ユナイテッドのクラスで来るか来ないか分かりませんけど、来たらおそらく CS では外されるんじゃないかなと思います。あとはまあ安心安全2ゴールのレンジャーズのゴールドソン、こちらはまあ来るんじゃないかなと思います。あとサイドバックで今回はアマビーにしました。マルセイユ、1ゴールの活躍でした。マンオブザマッチにも選ばれてます。今作は PS4 は CS で来てますね。はい、それから中盤は3人ですね。パレホとペレグリーニ、それからククレージャということで、こちらの3人ですね。そろそろローマの選手もね、誰か選ばれそうですし、あとはバルサクに勝ったヘタフェから誰か1人は来るかということで、今回はククレージャにしました。ちなみにこの選手はインターセプトの数が、この試合出ていた選手の中で一番高かったみたいです。最後フォワードなんですけど、フォワードは今回4人にしましたけど、まあそうですね、 CF で結構並んでしまいそうだったので、今回サラビアになるんじゃないかなということで、 PSG はまあムバッペの方が欲しいという方いると思うんですけど、今回はなんかサラビアの匂いがしますね。あとはパートナークラブということで、バイエルンのレバンドフスキですね。まあこちらはケインと悩んで今回はレバンにしました。はい、それからベルナー、まあ、個人的にこの選手は、まあ、来てほしいっていうのもちょっとね含まれているんですけど、まあ、可能性は十分あるかなと思います。最後は、ミラノダービー勝利にしたイブラの2ゴールということで、まあ、ミランとインテルは今作ライセンスが切れているということで、その辺の扱いが前作よりもちょっと変わってると思いますし、あとイタリアは他のクラブはライセンスほとんどあるので、まあ、そっちが優先される可能性はあるんですよね。まあ、その辺が、まあ、スペインリーグとか、あとはプレミアリーグとの違いなんですけど、まあ、その辺選ばれるかによって今後ね、どういう風な流れになってくるかなという感じです。まあ、ダービーということで可能性は十分あると思います。はい、ということで今回は10月22日の週間 FP の予想をやっていきました。いかがだったでしょうか。フォワードが特に激戦でも、この選手入れようか、この選手入れようかっていうのがね、結構いっぱいあったんですが、はい、皆さんが欲しい選手は、書いていただければと思います、コメントに。先週1人も当てれなかったので、まあおそらく1人2人3人4人、うん、まあ5人ぐらいは当たるでしょうということで、まあ良ければね半分以上は当てたいんですけど、どうなるかっていうところです。はい、ということで週刊 FP の予想このように毎週やっています。チャンネル登録まだの方は良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。